大豆さんたちを笑わすよ。はい。というわけで、うん、まあまあ過去に大豆さんからこういう言葉があったじゃないですか、うん、山中が面白くなったら自分は成仏すると、うん、まあまあ言ってましたね、まあ、大豆さんが覚えてるか分かっても、ね、分かりませんけど、うん、そういう発言があってからまああんまりその大豆さん笑ったこと多分あんまないじゃないですか。いやいやまあまあ、まあ、山中でいや分からんやろお前その人形で喋ってる以外で笑ってるかもしれない。笑ってる可能性全然、まあでもお前のこと怖いとは言ってたからな。いろんなところが。いや、お前一人で遊ん。あ、そうか。ん？お前のことでも面白いって言ってる時もあったな。一人で遊んでる面白い言ってる。一人では遊んでんだもん。一人で人間遊んでんの面白いとは言ったけど。いや、でもそれカメラ出せんやないか、それ。し、狙ってやっぱ笑いを取れてるわけじゃないから。大さんからこの直接褒めてもらってるわけじゃないし。じゃあ、つまりどういうことよ。まあだからちょっと久々にもう大さんに、前はちょっと確かにダメだったよ、山中のね。山中の滑らない。ああ、ありましたね。うん、いや、精一杯やりました、あれ。うん、あれがちょっと、第3にはハマらなかったから。いや、もう第3にはまらなかっただけでね。まあ、第3以外の方もハマってなかったけど。うん、いや、うるせえな、お前。コメント欄でも、コメント欄でも抑えたけど。うん、誰も成仏できないんだよ。そうだな、うん。今回はちょっと、だから、山中の、もう、武器である、うん。一発ギャグをメドレーで。懐かしいな。あ、これ第3見したことなかった、うん、まあ、でもちょっと。スーちゃんの時か。スーちゃんには見てもらって、本当裏チャンネル初期の頃か。で、ね、何一つそのあと何にも現象が起きなかったんですけど。笑わせようね、懐かしいあったね。ちょっとじゃあ大江さんに今日こそ山中面白くなったんだよっていうのを見せようよ。いやそれはそうでしょ。うん、面白いんだよっていう。まあ、ギャグは多分同じギャグかもしれないけど、やっぱ人間力とか、うん、あの頃より僕はやっぱり違いますからね。うん、おすごいな。人間力こうやってカメラの前に出てる。うん回数どんだけ増えたよ。お前人間力って言葉知ってるだけでもびっくりだもん。ちゃんと知ってるんだなっていう。いやゼロかもしれんけど。いやゼロかもしれんけど、うん、それぐらいわかるわ。それを乗っけてじゃあギャグを今週のギャグをやってくれると。当たり前やんけ。俺言うたけど、うん、だってあれ前回せっちゃんとつーちゃんの披露して約もう2年経ったでしょ。確かに。2年やで。熟成されてるわ俺だって。あおかお前。熟成っていうことは新作を考えてるわけでもないっていう新作も考えてないってことだな。何あれは俺の大事なギャグやし大切な宝物のギャグなんだよ俺な。2年前からとか言ってるけど俺のやあれ そもそもそのギャグを一番最初にやったのもう10年以上前だから何年かもじゃあ新作はできてないってことだな。人間力がゼロだったらかけるゼロしても何も変わんないからあれかもしれないけど、うんなるほどね、うん。だから人間力もしそれかけ2、3とかやったら、うん、面白い。そうやで、うん。今日だからそれを全部皆さんにも見てもらうという。おもちろんもちろん。当たり前に。お前もなんかお前が言い訳するときオープニング本当投げやな。まあじゃあちょっとどっちにしろ見てもらいましょうよ。じゃあ行きましょうかじゃあ。ダイソーの感想気になるし。そうだね。ちょっと初めてやるからね、うん、ダイソーの前ではちょっと楽しみやな。じゃあ今からダイソー笑わせに行きます。はい。さあセッティングが完了しました。まあせっちゃんと大地さんとよしこさんに向けてすげえな陸上選手のように今ちょっとウォーミングアップをねやっぱりちょっと温めないとかな、うん、大谷翔平選手もねそんな感じで結構練習っていうか試合前な、うん、一郎とかもないややっぱりルーティーン何ていうのやっぱルーティーンが、うん、なるほどパフォーマンスを最大限に高めるから確かに確かにそういうのはちゃんと大事だから、だってこのギャグもな10年以上やり続けてるからな、うん、このルーティーンでってことだもんなルーティーンこれからおーいいなあっちょっと発声もしっかりしないああすげえなあおーすごいなんか大豆の人間もなんか心なしか目がキラキラしてるな、うん、今から始まるんだみたいな楽しみにしうん、多分せっちゃんは2回目だからねよしこさんと大さんは初めてだから、うん、このいい、ね、俺が10年間大切に宝物として、持ってきたギャグ、いくつもの舞台でやってきたギャグ、ちょっとやろうかなと思います。それではじゃあ山中選手にギャグメドレーを披露してもらいますね。ちょっと大さん特に、山中の、ね、成長を見ていただければなと思います。じゃあそれでは山中さん
よろしくお願いします。あれ？どこ行った？どこ行った？皆さん、僕のお尻を知りませんか？知りませんか？知りませんか？タコさんだよー。タコさんだよあ。女優のサージエリカっているでしょ。サージエリカっているんです。あれ名前がおかしいと思うんですよ。名前にね、シリって入ってるんですよ。サージリのシリ。シリ丸出し。汚い下品やな、もう。あんなね、もうシリ丸出しはダメ。パンツ剥がさないと、パンツ。だからね、パンツ剥がしたらいいんですよ、パンツ。サージエリカじゃなくて、サーパンツエリカってだよ、これ。サーパンツエリカやぞー。ちょうどお前の肛門のところに第三の目線行ってたから。ちょっと良かったかもしれない。まあ、それ込みだからな、俺の。ちょっとでも一個だけお願いが、ちょっとタコさんが横向きだとちょっと分かんなかったら、もう一回カメラにタコさんだけやった方が。あ、そっか、これ正面限定やから。そうそう、ちょっと一応タコさんだけちょっと分かりづらかったから。あ、これ、あれか。レーザーとか運命じゃなくて、うん。そう、視聴者の皆さんも多分これ見たいと思うから、ね。あ、そう、いや、うん、そっか、横向き。ここだけ視聴率のこのグラフ、俺らだけが見れる管理表のグラフ、カーンって下がるかもしれないけど。下がらんわ。一応ちょっとやっといた方がいいかもしれない。いや、俺最近これめったにやってないんやから、人前で。何が、じゃあ、何がルーティンだよ、じゃあ。わかるもらえるの、これ。え？ああ、じゃあ、タコさん、じゃあ、これがね、タコさんです。タコさんだよー。パンツまで見えてるわ。すごいな。ちょっとやりきった。アドレナリンっていうか、アドレナリンで気づかなかったけど、ちょっとほんまにあれやな、全力出し切って酸欠狙いだよ。マジか、これでアドレナリン出んのか。危ねえ。なんか、肺の状態。危ねえは、多分視聴者の皆様思ってると思う。何がやねん。同じ気持ち、危ねえは。今お前が言った危ねえは皆さんも。笑いすぎて酸欠になったってこと？いや、多分子供も見てるし、とか。なんで放送禁止になってんの？いろんな人が見てるかなっていう。あぶね、電車で見てる人もいるだろうし。俺なんで、電車で見てたの？たまたま会社で、たまたまちょっと隣に気になる女の子がいるとこで見ちゃってる人もいるかもしれないし。あぶねっていう。どういうこうじゃねえ。こうじゃねえ。いろいろあぶねっていう。まだエロ動画見てる方が良かったなってなってたかもしれないけど、まあでもちょっと第三にね、あ、エロ動画か、あ、俺一回あれやからな、ちょっと話関係ないけど、バイト先の休憩中と同じ女子高生いて、その女子高生かな、山中さんってバンザイの衣装どんな衣装を、バンザイ、漫才な、あ、漫才の衣装どんな衣装なんですかってなんか話になって、あ、まあ画像入ってるから、これは出て見せようと思ってスマホの画面つけたら、漫才の衣装じゃなくて、ま、そう、バイト前に見てた AV がそのまま流れたことが、だから、それ女の子どんな反応だった？いや、逆に無反応。いや、ドン引きだと思う。あんな、俺、女子高生のあんな顔見たことない。ホラーゲームの幽霊みたいな顔。なんならもう、わざと見せた説あるもんな。わざとこれだよって言って。違うわ、それはもうあれやな、本当に。事故。そのエロ動画を見てバイト出勤して、それを、消すの忘れてて、そのまま。で、そのま、その手のまま、それ見てた時の手のまま接客とかしてたわけだな。そうで
うわ、まあもうどこのバイト先か絶対言わない方がいいな。じゃあこれ今のは関係ない話だけど、とりあえずどうでしたかね。まあ、だって俺ちょっと体急に久々な動きしたから、いやそれはまあそれこそ大谷翔平みたいにちょっと痙攣仕掛けたというか、うん、剣が切れかけたというか。確かに大谷選手が本番前のグラウンドで急にタコさんやり始めたら大ニュースになると思うけど。大ニュースや。でも全国の少年、野球少年たちが真似し始める。これ体にいいかもしれないみたいな感じで。苦情来るぞ。大谷翔平もどこも FA で行けへんの。まあちょっとじゃあ、感想聞いてみましょう、どっちしよう。まあまあ、第3、2号、成長をね、見てもらって。成長したんじゃないですかね。ダイソンもなんかちょっとさっきよりピンク色が増した気がするから。どこかに増してへんやろ。でも笑ったのかもしれない。ああ、ちょっと好調してね。ああ、新しくて。そう、あるかもしれない。ああ、まあまあ、これが別に第3じゃないんやけど、別に。まあまあ、そうだな。ちょっとじゃあ、聞いてみましょうか。よし、じゃあ、行きましょうよ。やりきったな。さあ、セッティングが完了しました。はい、奥がせっちゃん、手前大さん、真ん中小山人形、そしてよしこさん。まあ、質問は、感想を聞かせてくださいというのと、ちゃんと答えたくないという紙を用意しましたので。なんでちょっと上に行ってんの？ちょっといつもより目立つところにちゃんと。いつもより3メートルぐらいなんか、うん、だから、皆さんに近づいてるの。いや、だから紙がもしかしたら動いて。なんで自分から行ってんの、あれ。紙お前が動かしたんちゃうんか、あれ。え、違う違う、だから今から検証中に紙が動いて、うん、カメラを前にポタッと落ちるかもしれない。いやもう怖いし、どんだけ答えたくないし、一言も喋らずに。どんだけ答えたくないね、絶対答えたくないやん。でもまあ昔つーちゃんとせっちゃんに質問した時は何にも反応がなかったから、ただお前がギャグやってシーンってなるだけの動画で終わったから。なんだよな。でも単純に俺だったら本当になんかあれで俺成仏したのかなと思って。その時やな、うん、その時確かお前多分言うてたと思う。成仏したなっつって、うん、いなくなっちゃったのかなって思ったから。いやもうこれで成仏できるんやったら俺も全国出張しないといけない。いろんなとこ、いろんな葬式とかでね。いや俺マジでそれこそ本当に体おかしくなるわ。まあちょっと久々に全身運動したから俺体ポカポカやからな。タコさんで、すげえ、タコさんで体ポカポカやだよ。そんなに効果あるのはちょっと新しいわけな、ね、うん、だからぜひ幼稚園とか小学校で取り入れてほしいね。ありそうだけどな。ああいう運動な。まあまあちょっとじゃあ聞いてみますか。聞いてみましょう。はい、それではいつも通り撮影します。はい、
これがね、ちょっと見せますよ、今から皆さん。これちょっと皆さんびっくりしないでください、これ。いや、これ通りたくねえわ、こんなん、おい。おぉおぉやばいやばいやばい。これはいいなぁ。